テレフォニカは、スペイン・マドリードに本拠を置く大手通信事業者。スペイン及び、スペイン語圏のラテンアメリカ諸国で最大の通信事業者であり、イギリス・ドイツ・アメリカ合衆国などでも事業を展開している。マドリード証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所上場企業。参加には、テレフォニカモバイルズ、テライス A、TPI などがある。 1924年に、コンパニーアテレフォニカナショナルデエスパーニャとして設立される。1997年に、スペイン政府は電気通信市場を自由化し、国内唯一の通信業者であったテレフォニカを民営化した。現在でも国内市場における優位性を保っている。2005年7月、ポータルサイトライコスを当時運営していた、 デラライコス社の買収を完了した。2006年には、イギリスの携帯電話会社、大に PLC を買収して子会社とし、大にブランドによりイギリスやドイツのモバイル通信においても有力な地位を保持している。2015年、大にを香港の八村ン,ンポアに売却する計画が浮上したが、2016年4月、イギリス当局が反対を表明、5月。 競争を阻害するとして欧州委員会により阻止された。2009年よりチャイナユニコムと業務提携を行っている。また2013年10月より NEC と提携し仮想 CPE の商用化に向けた共同実験を開始、その後も両社の提携関係が継続している。モータースポーツへのスポンサー活動を積極的に行っており、 四輪競技のパリダカルラリーや2005年度の F1 世界チャンピオンのルノー会一のスポンサーとしても知られる。当初はスペイン国内の自動車レースだったワールドシリーズバイ日産を設立初期からサポートしてもいる。二輪のロードレース世界選手権にも大規模な活動を行っていたが2005年に一時撤退。 2014年シーズンにより参加のモビスターがヤマハモト GP のスポンサーとなっている。2011年シーズンからサイクルロードレースにおいて参加のモビスターがケスデパーニュからメインスポンサーを引き継ぐ形でモビスターチームとして活動している。ありがとうございます。